8時だよ音楽道場。ケレアンでリバーティーお聞きいただきました。 8PM スケートボードショッププレゼント 87.7MHz FM 伊豆のクリより生放送生配信しております。8時だよ音楽道場この番組はいちご万歳愛想農園、川から手作り餃子の中華亭、お客様の未来を塗り替える街のペンキ屋さん宮崎塗装、伊豆の国市エビア商店、パークデリバリーのスケボー工務店の提供でお送りしております。信号ケレアン いいですよね。やらしいね。これ車乗ってて、うん、あの聞いてたラジオで、うん、これたまたまやばいと思って、このピアノの感じがすごい好きで、うん、ゆったりしたこうなんかあの景色、いい音楽って景色が見える。見えます、ね、でしょ。俺 この曲に関しては、うん、何見た、ちょっと涼しい気温の、うんうん、あの霧なのかミストみたいな感じのうわーっとした中を自分がゆっくり、ゆっくりじゃなくてあの映像がスローになってて、何もかもがスローな中になってる、ふわふわした状態で、自分もスロー、自分もスローです。いいね、そういう感じのふわふわした曲で気持ちいいんですよ。これ落ち着くというか、俺はね、あのね、内浦のね、あの夜のドライブとか、あの海沿い414、あそこら辺でこうなんだろう、こう車を運転しててたまたまラジオから今の曲かかってきて、であれ空見たら今日やけに明るいな、あ満月だみたいな、あいいな、何か満月なんだ、満月だ、いや、ね、満月のイメージが湧いてきて、でちょっとあの、まあ、夏場なんだよね、でエアコン寒いから止めて外の空気を入れたら生ぬるくて、まあ、それもまた夏だなんで今そんな空気が味わいました。こう満月がこう山で隠れたらオレンジの街灯がちょっとチラ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 くるよね。そういう感じ。時々あの干物の匂いがねしてね。まずそう干物414最高。ケレアンのイメージそんな曲でしたね。でお次はですね、この1ヶ月の出来事、はい、なんかありますかって、まあいろいろこの1ヶ月、まあ、つい最近あの地震がありましたから、うん、そうだね、震度6、うん、今日っていう6っていうとちょっとびっくりするじゃないですか。4ぐらいだとそうだね、まだまた来たのかなっていう感じはあるんですけど、うんうん、6っていうと6になるとね、6はでかいです。今回本当にあのね、出なくて本当に良かったなと思って、あの日本だから出ないって感じがするんだけど、うん、その震度6でもう怪我人で済むって気がするんだけど、うん、あのまあ、偏見とかじゃないんだけど、他の地震の少ない国だったら、うん、やっぱりもっと倒壊する建物の数が、ね、ちょっと無防備な建物があったりとか、うん、だから、うん、日本の建築っていうか、まあ、備えてるってすごいことだなっていう真面目な話の後にスケボーの話をしたいんですけど、うん、はい、あの調べてきたところによるとですね、はい、上海で開催されたコンテスト、バンズパークシリーズっていうコンテストで、あの女子なんですけどね、はい、話すのは予想済み、さくらさん、はい、優勝、優勝ですよ、優勝、優勝です。パーク、パークのスタイルかな、うん、ボールがあったり、うん、で、あの変形したボールのスタイル、そうです、うん、で2位、うん、2位も中村さキサ、キサさん、サキさん、キサさん、うん、でワンツーフィニッシュで日本人、素晴らしいね、すごい日本勢、すごいすごい、あの特に若い子ね、マウンデュー、うん、デューのやつかな、ちょっとね、あのインスタのところで見たかもしれない、うん、うん、いやすごいワンツーフィニッシュすごいっすで、白井空、うん、もう2位、うん、今日その YouTube で確認してきたんだけど、なんていうのかな、あの一人だけ違う感じ、うん、あの滑りっていうかスタイルがもう自分のやりたいことしかやらないで点を稼げてるところが、ね、すごいよね、すごい、あの時間外に決めちゃう技とかも半端じゃなくて、うん、ビッグスピンフリップ、うん、で自分も1回でするやつとか、うん、ヒップみたいなとこでやってて、くるくる、そう、時間内にやろうよとか思うぐらい、うんうん、そう、半端じゃないです。でもまたあの最後ラスト、ね、1本やらしやらしてっつってアピールして、うん、その時の決まった時のあのなんだろうかっこよさ、うん、ブザービーターと一緒だよね、スリーポイント、そうですね、そうですね、浮きちゃえばなってても OK だと、入ったーってそうだからすごい、あのコンテストでもすごい日本人が活躍してて、ね、まあ、静岡でもほらあの青木ゆきと、うん、すごいですね、SLS で活躍して、すごい、静岡で
タンポの雨とか2年ぐらい前から毎年、ね、出てるもんね、うん、必ず。あそこ、いや俺実際行ったことないんですけど、うん、あの室内パーク、はい、でかいっすよねあれ。うん、でかい。室内の中の方は難しい、うん、ね、大体セクションみんな身長ぐらい、うん、あって、でやっぱそれなりにスピードと、ね、高さがないと攻められないかなって、うん、すごいよね。あそこでやること自体もすごいけど、うん、あそこでバシバシ決めちゃうっていうのがすごいし、ね、やばい、すごいレベルが上がってるっすね、日本の若い。すごい、本当に若い子たちが今こう活躍して、平野歩夢君もすごい。あですね、なんだろう、あの堂々とした滑り、落ち着いた、やっぱりいろんな経験してる、ね、そうだろうね、やっぱ離れしてるっていうか、やっぱり肝が据わってるっていうのかな。あのいつそのオリンピックの代表選手っていつ決まるんですかね。いつなのかな、なんか強化選手とかって聞くけど、うん、ま、決定はまだなの、はいはいはい、まだしてない気がするけど、どうなんでしょう。なんか聞かないっすよね、うん、なかなかこの人に決定だとかって。なんか、ね、もう一つ二つあるんですけど、クォータースナックの見ました、新三本木リミックス。やばいよ新さんね、あの垂直の壁のリーンウォールライド、あやばいよ ね、 ね、あれも忍者だなと思っちゃって、あのね、だってやばいよねあれ、あの足の形とかやばいです、ね、やばいよね足。野心三本木のいい話があるよ。あ、いい話持ってきた。なんかヌマーズに聞いたことあるよ。で、トリックスのスケートショップの目の前のなんかスパットがある、うん、なんか変なオブジェだね。オブジェの石、そう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 。それでなんだろう、説明が言いにくいけど、うん、石二つがあるで。うんうん、まあ、M の形してね、ちょ変形の、まあノリ君の方が説明してくださいまあその M の形で飛び出しの方がちょっとでかいんですよね。でまあ一回オーリーして、でその後そのまんまオーリーだから、オーリートゥーオーリーだけどね、あね、その後にまたもう一個あるんだよね、ちょっとしたドットが、うん、M の後にドットがあってM の後のドットそうで、M を乗ってオーリーしてドットも着地してトントンって、ああ、うん、だ全部コンビネーション、ね、トントントンみたいな、もうクイックなんですね、クイックな、うん、そう、なんかできると思わなかった、うん、でもできた。そして、うん、もう iPhone だけで撮った、うん、ってことは、え、そんなに簡単にできるってすごい、半端ないと、見たことないね、あそこ攻める人、ね、そう、やばい、すごいね、もう本当に生で見た一番やばいかもしれない。そうだよね、これだけはあの映像を見ないと説明ができないっていうか、ね、ちょっともどかしいところが、あのソロスケートマグの映像とかね、うん、見た。ソロスケートマグってドイツなんだけど、うん、新三本木のパートに、うん、なんだろう、インタビューも、ま、交えたような、うん、湘南が住みやすいようなことを話したりっていう映像もすごいよくて、はい、あとは、トランスワールドかなんかの、ネット配信のやつの、はい、D1 のピクニックっていうタイトル、うん、411エディットっていう、はい、あの映像、あのピクニックテーブル置いたりとか、うん、あのガールのマウスでよく出てる、うん、ピクニックテーブルのベンチだけのやつを、うん、バンクの上に置いてっていう、あれの、まあ、コンテストみたいのに、新三本木は出てて、見たそれ見た一発目のスケーター出てきてカメラの一発目だよね、フィッシュアイを叩き落とすっていういや半端じゃない、もう半端じゃなくて、新三本木、三本木新ってもう言えない、新三本木というのが、いやもう、あの身近にこう新さん新さんっていやもう略してすごいですね、うん、旋風が、ね、うん、吹き荒れてるというか、また背も高くていい男なんだよね、プッシュも早いし、早いし、すごいんですよ、火のつけどころがない、クク、うん、の地、そうだね、ボスのね、アンノーンのライダーですね、